こんにちは。はい、このコーナーをですね、はい、神王寮と七藤さんの顧問税理士である堀先生に、はい、株、FX、仮想通貨などの投資、そしてビジネス全般、また個人の副業も含めて、うん、税金やら節税やらについていろいろと教えてもらおうというコーナーです。堀さん、今回もよろしくお願いします。お願いします。では今回はですね、まあ投資の話が続きましたんで、ちょっと趣向を変えまして、今流行りとかで言うとメルカリとかね、うん、メルカリやってる？メルカリは若干やってます。じゃあその税金かかるのかとか、うん、まあヤフオクで売った分のお金かかるのかとか、うん、税金かかるのかっていうような話とかね、うんうん、確定申告必要なのかっていう話をちょっとお聞きしたいなと思ってます。はいはい、かかりませんよ。まあ大体そういう、まあもちろんいっぱい儲けたらかかるっていうのは皆さんわかると思うんですけど、不要品やね、だって。ああ、そうですね。一、うん、回だってそれ買ってるわけよ、うん、どっかで、どっかの時点で不動産も買って、車も不動産も買って、でもその時の買った値段が高く売れてないわけよ、きっと不要品。ああ、なるほどね。だからかからないです、これは。なるほど、じゃあその辺も含めて。そうですね。じゃあ具体的にいくら以上なら確定申告必要なのとかってあるんですかね、はい、目安として。そうですね、はい、あの、まあ、よくこれも聞かれる話なんですけど、はい、まあ、結論から言うと、原則として所得がある人っていうのは確定申告しないといけないっていうことになります。はい、でここでよく皆さん勘違いされるのは、収入じゃなくて所得っていうことなんですね。何ですか、最初も聞きましたさっきあの七星さんも言うてはったけど、うん、その売った値段より高く買ったやんみたいな、まあ、そういうイメージですね。うんうんうん、要はあの収入っていうのは、まあまあメルカリの売り上げのイメージですよね。うんうん、で一方所得っていうのはメルカリの売り上げからその売ったものの原価とか梱包費とか発送費なんかを引いた、うん、残りのいわゆる利益部分ですね。純利益みたいな、純利益みたいなコンテンツですね。その手数料とかも引かれた後の、そうですそうですそうです、うんうん、必要やったものは全部引いてもらって残りですね。輸送代とかも引いて、うん、輸送代引いて、まあ言ったら仕入れじゃないけど、その買った時の値段も引いて、うん、はいはいはい、純粋な利益ね。純粋な利益、はいはい、そうですそうですそうです、うん、でそれがゼロやったりマイナスやった場合は基本的に確定申告の必要はないという。嘘、当たってるじゃん。当たってるやん。いや1円でも多かったらどうなんですか。基本的にはあの確定申告ということになります。まあ、原則論ですけどね。うん、でも不要品やから、まあ、その辺はちょっと不要品はまた後で出てくるんで、はい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 、必死。でそのゼロとマイナスだけじゃなくて、他の規定として、うん、はい、その1年間の所得の合計が全ての所得控除よりも少ない人はいらないよっていう規定があるんですね。なかったはずやけどね。知ってるよ、覚えてる。もう一回言ってよく、うん、あのネットとかでも、はい、年間38万円までは申告不要とか、うん、年間20万までは申告不要とかって書いてあるじゃないですか。はい、そもそも38と20って何やっていう話なんですけど、はい、ますからね、うん、そうですよね。うん、でこれはそれぞれに根拠があるのでちゃんと理解してないと、はい、うん、間違った方で自分はいらないと思ってるとそれ間違ってて実はいるかもしれないということになるので、はい、うん、その話をちょっとしようかなと思います。はい、でまず38万の方からね、うん、38万っていうのはその主婦の方とか学生の方で、はい、要は給与所得がない人、うん、お勤めしてて給与とかもらってない人、うん、でそういう人の場合メルカリ等で、儲けた利益が38万円を超えなければ申告はいらないです。うん、で38万円までは以下やったらいらないってことですか。そうです。あ、というのが何やというとね、あのさっき言った所得が所得控除を超えないっていう話をしたんですけど、所得控除って言ったら社会保険控除とか生命保険控除とか扶養控除とかいろんなのがあるんですけど、はい、その中に基礎控除っていうのがあって、うん、で基礎控除っていうのは人間誰しも持ってる控除なんですね。ほう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 、神尾さんも持ってるし七藤さんも持ってるし僕も持ってる、誰でも38万は絶対引ける。ゆうちゃん持ってないからね。いや持てる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 。ついに堀さんがいじり出した。いじり出した。そう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 。そう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 。だからあの最低38万は誰でも引けるんで、うん、38万以下はいらないよっていうのが38万の話です。なるほど。うん、38万だから全員かからないっていう枠みたいなのがあるってことですかね。
そうですね、基礎控除がそこにあるので、うん、それを超えなければかからない。下とし38万円方したとしてもマイナスなのかしなくていいってことですね。そうです、そうです、はい、そうです、うんうん、で38万超えたらじゃあいるってことですか。いりますね。あ、まあ、38万でもその方にその生命保険控除とか他のがあればもっとまた増えていくんで、あくまで基礎控除だけが38万で、そうそうそう、他の控除も積み重ねてそれ以上やったらいるってことですね。いるということですね、はいはいはい。ただ繰り返しになりますけど、38万は誰でも持ってるので、うん、生命保険も入ってないよ、扶養者もいないよ、うん、っていう人でも38万は引けるから、うん、一般的にデッドとかで38万までやったらいらんよって言って書いてあるんですよ。なるほど、はい、なるほど。20万の人は、あ、20万の枠はサラリーマンの特例なんです、うん、サラリーマンだけだけだけ。アルバイトとかじゃダメ。あ、アルバイトでもいいですよ。要は給与所得者ということなんですよ。なるほど、なるほど。で、給与所得者ってもともと給与所得っていうのがあるから、うん、38万ルールなんかないんですよね。その給与の計算してる時に基礎控除はもう引いて計算してるから、あ、会社の方でも引いてあるんですね。引いてあるから、もう一回引いたら2回引くことになるからダメじゃないですか、はいはいはい。でこっちはその基礎控除とか関係なく、まあまあ僕が思うに税務署が邪魔くさいからちっちゃい人は申告してくんなっていうことやと思うんですけど、要は年末調整だけで税金が終わってるサラリーマンの人は、うん、それ以外の所得が20万までやったらもう邪魔くさいから申告してくんなと。なるほど。そんな感じですね。そういう意味、そんなイメージです。税金払わんでいいよってことですね。払わんでいいよっていうことですね。見逃したるわと、はいはい。面倒から見逃したのは、ただこれもね、勘違いしてる人が多いんでちょっとお話しときたいのは、はい、年末調整で終わってる人だけの特例なんで、うん、例えば2箇所から給与を持てる人って確定申告せなあかんですよね。 あ、はいはいはい、あとはあの医療費控除とか住宅ローン控除とかする人は確定申告せなあかんんですけど、はい、確定申告をするってなったらそれが1円でも入れなあかんということです。20万円の見逃し枠はなくなるなくなるということですね。でも38万円がついてくる、それは元が引かれてる、引かれてるから給与の方で、あ、給与の方で引かれてるから、うん、もう38万使い切っちゃってるんですよ、それ。なるほど、はい。あとは七藤さんみたいにね、給与所得でも2000万超えてる人は確定申告しなあかんから、ああ、そう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 、20万円枠はもらえない。もう一回言っていい。ちょっと待って、待たない、うん、でもね、2つの会社で働いてる人いるじゃないですか、うん、はいはい。ほんならこっちで38万引かれて、こっちで38万引かれてるんちゃいますか。引かれてないです。確定申告しないといけない、だから確定申告しないといけないです。わかりました。そんなわかりやすい得な逃げ道あるわけない。あ、だから2箇所で働いてる人は両方で年末調整はしてもらえないんですよ。どっちか1個でしか、あ、どっちか1個ではするんですね。いやいや、しなくていいです。あ、しなくて、あ、だって最後に確定申告した時にあの税金たくさん払わなあかんかもしれへんから、まあしてもしなくても大丈夫です。なるほど、はい、うん、分かりました。まずメルカリですよ、メルカリ。メルカリ、はい。結局メルカリどうなんですか。そうですね、だから不良品とかね、はい、自分でもいらなくなったものをメルカリとか、まあフォークでもいいんですけど、でしょ、売って処分した場合、こう税金どうなるんですか。あの不良品を売った場合はかからないです。おあの所得税には非課税所得っていう枠があって、うんうん、その中に生活に通常必要なものを自分で購入して売った場合にはかからないっていう規定があるんですね。ただあの若干ちょっとそれも注意してほしいのは、はい、貴金属とか骨董品とか高額なものはそこから抜けてるんで、非課税は所得ではないですね。ないということですね。生活必需品みたいな、そんなもんですね。服とかはいいですか。そうそう、服とかはいいです。家具とか漫画、ああ大丈夫ですよ。必需品、まあまあ漫画、カメラ大丈夫。だから通常生活に必要なものは大丈夫です。カメラは、あ、カメラもいいですよね。高額なカメラでもいけるんですか。ライカ、ただあ大丈夫です、大丈夫。あ、いくら、ただね、あの それもあれなんですよ。メルカリで売るために買って売るっていうのはそれは生活必需品じゃないので、あ、それは雑所得とか事業所得になっていくので、いわゆる転売とかだったらもうダメです、ダメです、ね、うん、あくまで不要品、いらな、普通に買って使うつもりは使ってたけどもいらなくなったから売るっていう処分しようっていう場合は、そうです、そうです、そうです、ね、そういうことです。なるほどね、うん、はい。まあ、たまたまね、レンズを高いの買って、はい、ただけっていう感じ。まあまあ、でもそこはね、あの高額なものはっていう規定があるので、そこにどこまで引っかかるかなんで、あんまり高額なものちょっとやばいかもしれないですね。どれぐらいが高額かっていうあれですね。うん、なんで税の抜け道を常に探して。
一応キワキワのとこ聞いとかないと視聴者さんのために。あ、そうですね、うんうんうん、あと何がある。いやだからあくまで普通に買って使ってて、おもちゃとか、おもちゃとか何でもいいけど使ってて、うん、もういらなくなったから捨てるのもあるやけど見抜かれるよ、うんうん、その場合はいいってことですね、うん、そうですね。でも高額やったらダメ。高額やったらダメ。それが年間38万金超えてもいいんですか、20万超えてもいいんですか。非課税所得なんで、その元々の所得にカウントされてないので。あ、そうなんや。はい、それ利益出てたらダメなんですよ。買った時より高くなってたらダメなんですよね。いやいや、あのだからその生活必需品やったらいいんですけど、うん、ただその普通のイメージとして生活必需品を売ってる時に利益が出てるっていうイメージが、うん、そもそもなんかビジネスっぽいイメージなので、うん、本当に生活必需品を売った時に利益が出るのかどうかですよね。っていうこともありますよそうなんですか。神尾さんが例えばね、シャネルの服を売ったとしますやん、はい、あの売らないと思うけど神尾さんね、まあ、でもそれは神尾亮が着てたからシャネルの服が高くなるとかやったら、それたまたま本当に最近あった話なんですけど、僕が60万で買ったシャネルのタウンコートあるんですけど、うん、中古で売っても300万で売れるんですよ。プレミアがついたんで、それはどうなんですか。それはダメじゃないですかね日本は税金厳しい大丈夫、中国で売ったら大丈夫中国で持ってって中国で売ったら大丈夫ですよねでもその中国で儲けたお金をどうやってこっちに持ってくるかですね。いやもう WeChat Pay で向こうで使っちゃうああ向こうで使っちゃうんですねなるほどなるほどね、うん、基本的にはじゃあまだ可愛いもんですよね。もちろん選んだった服とかあ、そうですそうです、そういうことです、そういうことです、食器とか、うん、そうですそうです、なんかそんなやつですね。そうですよね、うん、一般のね人がそんな300万で売れちゃったとか相場がついちゃったとかそういうの一般人ないから、はいはいうん、60万でダウン買わへんわこれ iPad とかでもいいんですか。じゃあ、あ、そんな高額じゃないから大丈夫じゃないですか、はい、パソコンとかも。でもそう言い出すと実際にパソコン仕入れて売ってる人がおるからね。だからそういう人がいや そういうイメージで見ると大変なので、うんうん、だってあのヤフオクとかってそうじゃないですか。あ、そうですね、うん、転売の人とかがいます、ね、転売の人いっぱいおるんで。そうですね、はい、うん、実際うちのお客さんにもおるし、いっぱいいるやんそうですね、あいつとかあいつとか、そう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 トップクラスのやついてますよ。いてますいてます転売って言ったらなんか聞こえ悪いけど、うん、ただね、その輸出ですからね。まあ輸出、でもそれはビジネスですからね。ビジネス。税金がかかるってことね。あ、それは税金がかかるってことですね。うんうん、だいたいこれぐらいの金額はダメとかな。いや、それはないですね。桃のによるってことですか、うん、あの法律ってすんごいざくっと何でも決めてるんですよ、はいはいはい、要は時代がどんどん流れていっていろんな商品とか出るじゃないですか。だから結果的に何やというと裁判で決まるんです。あ、なるほど。で裁判で決まったんがまた法律に戻ってくるっていう、はい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 、そんな感じですね。なるほど。基本的には、まあ、税理士さんとか利益出たら税理士さんとかにプロに相談した方がいいっていう感じですか。自分で決めへん方がいいわけですか。まあまあなんか税金の話は危ないですからね。なんか知らんと自分では悪いことしてないつもりで結果悪いことしてたようになってしまうことがあるので、まあいろんなとこで聞けるんで聞かはった方がいいと思いますよ。なるほどね、うんうん、たまたま10万円利益出てしまいましたっていうものとか、まあ、10万ぐらいだったらね、なんとか可愛いですけど、そうですね、もうちょっと大きくなってきたらやっぱりちゃんとしないとダメですからね。月10万の利益が出てきて、月10万やったらもう絶対ちゃんとしないとダメですね。あ、そうですか。たまたまなんですけども、たまたま月10万毎月発生せえへんやろ不用品を売っていたら10万の利益が発生してしまいましたっていうこともあるかもしれない。不用品やったらいい、今の話だけど、いい。でも不用品毎月10万利益出たら家の中に空っぽになるじゃないですか。いやでもそれのために買っているから。それ転売じゃないですか。そういうつもりじゃなくて、ただ単にいらなくなったら売ってただけなんですよというような言い逃れもできますよね、今の感じだと。いや、そこどこまでビジネスしてるかのラインでしょうね。あ、なるほどね、うんうん、まだ子供がおって子供の成長合わせて服買い替えて売ってるんやったら全然いいですよね。うん、あ、まあまあまあそうですね。普通にね、いらない服だから。月10万も服買わない。それもっと大量に服買ったのよ。シャネル着てなるほど。じゃあ、ゆいちゃんとかがちょっと家にあるいらんものを売った場合はもう税金払わんでいいってことですね。あ、そうですね。非課税所得になりますよね。自分で作ったものは作ったもの。
それは非課税所得じゃないじゃないですかね。商品やもんだ。商品ですよね。うん、何自分を抜け見したのか。何を持って今当てはめようとしてる。不良品ちゃうやん、ね。なるほどなるほど。まあ、基本的にはだから、まあ、メルカリといえど儲かったら、ヤフオクといえど儲かったら、まあ、プロに相談した方がいいよと。いう話ですね。いや違う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 、ビジネス目的でやったら絶対税金払わなあかん、うん、あくまで不良品整理として売ったらいいってことですよね。そうですね。じゃあもう一回まとめといてもらっていいですか。この前やと申告しないですよ、うん、みんな。言ってるやん何回も。名越さんだけですよ。ヤフオとかメルカリでものをビジネスとしてやってる場合も絶対しなダメ。だからそれは事業だから、はい、ビジネスだから、はいはい、ただ家にあるたまたまいらんもんがあってゴミに捨ててもいいけど、あメルカリ売るから売ろうっていうのは税金はないってことです。はい、この服も着いひんな、うん、捨ててもいいけどもったいないからじゃあ使ってくれる人がメルカリ売ろうはいいんですよね。そうです。税金がかかんない。でもそれやったら編み物してちょっとセーター編んでしてたんで着ようと思ったけどまあいいかと思って、でも捨てるのもったいないしな売ろうみたいな。1着ぐらいやったらまあいいんじゃないの。それが何着もやったらビジネスになっちゃうけど。あーセーター屋さんだ。なるほどね。1着2着とかやったら別にね、まあ金額知れてるからあれやし、そもそも別にただにいらんかなとか捨てたって言えるけど、毎月100着取ったらそれビジネスや。そりゃそうだという感じでいいですかね。まあ今の話やったら38万とか20万の枠内に収まりそうですけどね。あ、なるほど。どっちみちビジネスでもそうです。さっきの最初にあった38万枠とかで収まればいらないってことですね。そうですね、はい、毎月100着売ってたらもしかして収まらない。それもビジネスですよ。それ作るのが楽しい。1日3着以上1日来たら飽きんねん。1日3着作んなあかんから朝昼晩来てやっていかないと。なるほど。はい、はい、なんとなく分かりましたよ。僕はナスがね、いろんな今ちょっと言ってはったのを全部弾いてたんで分かりましたね。というわけでね、何回かにわたって税金の話を聞いてきたんですけど、はい、もっとね、いろんな税金の話、もちろんまだまだいっぱいありますから、今後もいろいろ聞きたいと思いますし、あとね、堀さんにはね、もう一つ実は お話ししていただきたいことがありまして、うん、何回かでずっと言ってますけど、堀さんの事務所に本当にいろんな投資家さんとかビジネスの方とか、うん、いろんな方がいらっしゃるんで、うん、そういう人たちの、まあ、話せる範囲でね、もちろん話せる範囲で、どういう人が成功してるのかとか、うんうんうん、っていう税理士だからこそ分かる目。そうですね、うん、客観的に見えますもんね、その数字を、ね、数字をね、もう見てはるから、ま、もう全部分かってはるわけですよね、うんうん、僕も七分でも全て握られてるわけですから握られてるって言い方が悪用してしまいそうだから、堀さんのところには当然儲かってる投資家、儲かってない投資家もいらっしゃれば、はい、めっちゃ儲かってビジネスやってる人もいれば、あんまりの人もいるわけですから、うん、どう違いがあるのかって、ね、その共通点を教えてもらったりとか、みんな朝何時に起きるのかとかねデータ取って面白い。あ、そういうところですね。成功してる人は何時やったの。そういう話とかも、うん、これ税理士さんだからこそできるっていうのもあると思うんで、そうですね、はい、うん、そういうところのようなお話もちょっと今後していただこうかなと思っております。お、いいじゃないですか、はい、うん、まあ、もちろんまだまだ税金の話もね、いっぱい聞きたいことあるんで。そうですよ、はい、ちょっとね、暗礁に乗り上げた感じですよ。何が自分の節税生活やね。ちゃう税金という海にね、うん、ちょっと入ったんやけど、うんうん、なんかあれ、もう5回入ったみたいな感じに今なったところなんで、うん、はい、次はね、安全な航海ができるようにいきたいなと思います。まあ、何回かずっとね、会社法人作った方がいいって話もあるんで、その辺の詳しい話とかね、どういう時がいいのかとか、うん、っていう話とかもいろいろ今後また、突き詰めて聞いていきたいと思っております。はい、あとね、堀さんにもうそんなもん面倒くさいと考えの、うん、お米は風邪したいという方はですね、ホビさんのウェブサイト連絡先などは動画説明欄に貼ってますので、ぜひ一度見てみてください。うん、またね、ですね、ご契約時にですね、神尾 TV を見たと伝えていただくと、確定申告の年1回契約の場合は 10% オフに、年間の顧問契約の方は初月無料にしていただける特典をこの神尾 TV の視聴者さんだけにつけていただいております、ね、あとですね、さらに神尾 TV を見たと伝えていただくと、まあ、僕らで取った表では言えないけどもうちょっと突っ込んだ税金の話とかを、うん、特典動画として2つプレゼントしようと思いますので、ぜひお伝えしていただければと思います。お願いします。僕らこの神尾 TV が召喚人数が増えたら、僕らが女優園に行けるというモチベーションがあります。来月ぐらい行けたらいいですね。これ一定数ごとに連れて行ってもらおうと思っているので。あ、
ああそうなんですか。年間何回も行けるかもしれない。いっぱい入っていただければということですね。まああとその人数が増えてきたらね、堀さんの顧問先の中で神の手みたいな人たちのなんかイベントとかイベントね、なんかやってみたいな。なるほどなるほど。リアルこのやつでもっと言えない、うん、堀さんを通してみんな繋がってるみたいな。そう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 。堀さん中心に繋がってる仲間たち。そして堀さんはカメラの前では言えない話がいっぱいあるから。ああ。ね、全部カットしてるから、ね。そういうやつをもうそのみんなでシェアする。そうです。その会もやっていきたいなと思ってますので、ご興味ある方は動画説明一度見てみてください。はい、今後もね、堀さんにいろんな続きの話聞いていきたいと思いますので、ぜひ見逃さないためにもチャンネル登録のお願いいたします。目の前と LINE やってやってます。ぜひこちらもご登録ください。あとぜひねボタンもよろしくお願いします。この動画がいいと思われた方はぜひ Twitter のシェアの方もお願いします。あと動画説明欄、この動画の説明、Twitter、Instagram のリンクも貼っていますので、ぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきまして、ありがとうございました。